は、地球の衛星である、太陽系惑星の恒久的に存在する衛星の中で、最も内側に位置する衛星であり、太陽系で5番目に大きい衛星でもある、地球から見て、太陽に次いで明るい、太陽系の中で地球に最も近い視線の天体であり、人類が到達したことのある唯一の地球外天体でもある、地球から見える天体の中では、太陽の次に明るく、白色に光って見えるが、これは自ら発光しているのではなく、太陽光を反射したものである。月の軌道は、天球上の白道と呼ばれる通り道をほぼ4週間の周期で運行する。白道は19年周期で揺らいでいるが、黄道帯と呼ばれる黄道周辺8度の範囲に収まる。月はほぼ2週間ごとに黄道を横切る。恒星が月に隠される現象を遠星、あるいは星食という。惑星や小惑星が隠されることもある。一等星や惑星の遠星は滅多に起こらない。天球上での月の移動速度は毎時 0.5 度程度であるから、遠星の継続時間は長くても1時間程度である。ご視聴ありがとうございました。